焼かられて、俺何回か。でもやっぱ、が通用戦、やからがいっぱいいるからさ、そう、一回でも、もう持ってるのを見せたら、あ、こいつ持ってるわって思ったら、もう、それを上げてないの確認したらずっとついてくるから。テロリストやろ、マジで。リアリティサムライ、運命だ。今日はもう昼、その朝僕7時に寝て、そうやね、12時前ぐらいに起きてるんで、眠かったっすね。奈良公園に行ってきたよ。小学生ぶりやわ。観光客めちゃくちゃおったな、外国人。もう日本やばいな、やっぱ。円安バブル待って、外国人が大量に。外国人がだって日本に来たら毎日がバブルやからな。ツイッターの写真のやつ近くに東屋とトイレがあった気がする?ん?アシカの写真?これどこの写真やろな、ちょっと覚えてないわ。鹿せんべいを粉々に砕いて、天パの友達の頭に振りかけて鹿に襲わせた覚えてやって。テロリストやろ、マジで。やべえやついるって。開幕やばいの湧いてるね、配信に。いきなり湧いてるわ、今日の配信も。天パの友達の頭に振り、昨日の流れがまだ続いてるって。リアルに泣いてるわって。いや、鹿やばいよ、ほんまに。俺もやかられたもん。基本的にさ、その行儀のいいやつは一旦止まって、お辞儀をすんのよ、ちゃんとお辞儀を。で、こっちもお辞儀返したら食べてくるんよね。うん、でもやっぱお辞儀が通用戦、やからがいっぱいいるからさ、鹿。やかられて俺何回か。激突されたり、舐められたりな。足踏まれたりとかさ。やからいっぱいおった。昨日から何なんだ一体って。えげつないな。テンパの友達の頭に振りかけたとかさ。頭にブスブス刺さるんやろな。鹿せんべいが。あいつらめっそう。一回でも、もう持ってるのを見せたら、ポケットに隠してても襲ってくるから。うん。最初匂いで寄ってきてんのかなと思ったけど違うねん、あいつら。視覚やねん。目で見て、あ、こいつ持ってるわって思ったら、もう、それを上げてないの確認したらずっとついてくるから。私も先週言ったら視覚ちょっと怖い。やからいますよね。やからが。やから何体かおんのよ。大体結構行儀いい子が多いけどな。うん、そう、鹿にもやばいやつ。この配信にも結構やばいやついるけど、鹿にも結構やばいやつがいるわ。うん。とりあえずよこせみたいな感じで、乱暴なやついるよ。野生の鹿。野生の鹿ってほんまなんか害獣扱いされてるらしいですね。日本では結構。そう、どつかれる。そう、せんべい、そうやねんな。焼かるんだったらさ、せんべい屋を襲えばいいやん。やのに襲わんから、あいつら。店の中とか入ってたりもせんし。そうやねんな。あれ、謎よな。てか、鹿せんべい売ってる人はあれ、いや、あれもさ、その、別ベクトルのその、やから系やんね。要はその、祭りでさ、屋台とか出してるあのおっちゃんだよ、多分あれ。見た目が完全にそうやったもん。あれもやからやろ。別の意味で。反社会勢力的なやからでしょ、あれ多分。どう見てもそうやもんな。敵屋のおっちゃんと見た目一緒やったもん。入ってったらほうきでどつかれる。なるほどね。やからまみれや。鹿肉。友達が鹿に尻噛まれたって。小敷の無理やで、ほんとに鹿は。ずっとついてくるからね、やっぱ。こっちのお乳は、お椀型で、こっちの乳は、なんて読むのそれ。何型って書いてるのこれ。釣り金型か。もう意味わからんからって感じになって。そんなんでお前 MVP もらえると思うほど甘くないぞ。外役そうやな。奈良公園の奴らは、ほんまに、ちゃんと飼われてるからな。そう、鹿の寿命とかも、かわいいから動画撮ったら、うんちボロロってされたって。もうあそこ行ったら、うんこ、こっちやと思わなかった。ここら中に向こうしてる。この配信見て。奈良公園の神様扱いに。かわいいはかわいいけど。奈良公園の、やっぱ鹿は、えげつないぐらい寿命が長いらしいよ。まあ、怪我とかしたらさ、その保護してくれて、怪我治してくれるからね。そういうのもあって。まあ、食べ物にも困らないです。平均の2倍ぐらいあるらしい。車に引かれてる。引かれたら死ぬよね。あいつはなんか道路にあんま近づいてなかったんだよな。野生の鹿はそれはだって怪我したらさ、治らんしてくれて死ぬやろ。食い物食えんって死ぬやろ。もう保護団体があるから。で、角とかもちゃんと追ってくれてるし、まあ、奈良県は被害できるし、楽しかったよ。だから鹿のさ、子供、赤ちゃんってさ、母乳をさ、ケツの方から引っ張って飲んでるな。俺最初その、クソ食ってんのかなと思ったんよ。食粉。まあ、ウサギとかも食うからさ、ケツに思いっきり、お母ちゃんのケツに思いっきり、うるるるってさ、ほんまに、肛門噛みちぎるんちゃうかなみたいな勢いでさ、ちょっと何してんだろうなと思ったら、母乳を飲んでました。
お前、行くよ。うわ、うわ、うわ、みたいなさ、顎入れて、しっかり。ケツの方から、顔突っ込んで、母乳を飲んでる。バックは明らかにケツやったんや。あれはなかなか衝撃映像だね。今日彼女に浮気バレたって。まだ別れてないんか。LINE の初期化、インスタとツイッター監視されてますやって。YouTube のコメントは？彼女もたまに一緒に見てる。YouTube で今度は浮気しよう。まだ浮気するのかって。俺はもう、ガンガン背中やろって言うときにな。あーもう、もう別れるよ。別れるのは嫌なんや。へぇ。やり放題やな、もう。どれだけ浮気したら別れれるかチャレンジ。LINE の初期化とかやばいよな。1ヶ月はエッチさせないって言われましたって。なんで女が主導権握ってんのだよ。きしょいな。じゃあ他のことって、まあ、そうなるんよな。カラスマさんの嫁がちゃんと出会えるアプリを配信で言ってたみたいから伝えてあげる。どういうこと？カラスマさんって出会い系で出会って結婚したの？カラスマさんはガンダムのゲームで嫁と出会う。へぇ。まあ、いろんな意味でまともではないわな。ガンダムのゲームやってる女など。いい意味でも悪い意味でも。カラスマさんもまともじゃないからな。ピエマンもガンダムのゲームやっとって、ほんまなんそれ。知らんけど俺そんな。なんすか？それは許せないと思いますこれ。あっちゃんはバカかよっていうのが第一ですね。まあ、バッチャンって言ったらね、孤島のアイドルみたいなもんですから。それはちょっとね、世間は許してくれやせんよ。フレンドにいるが、オタサーの姫状態って。まあ、そらそうやろ。だって、99.9% 男やろ。バイオ女子とかも多分ほぼおらんよな。そんな単語すら聞いたことないもん。バイオ女子とか。あるんかな？バイオ女子とか。ツイッターで調べて出てくんかな？バイオ女子会。ゲームか。お、ちょろっとエチエチな人らがコスプレしてるやん。ほら、いいね。まあ、バイオ女子って調べてもそんなに出てこんすね。バイオは結構いる。そうな。バイオを超えなく愛してるって。バイオ女子かサロメ女子。そうやな。サロメはいいな。サロメはバイオを布教してくれてるからいいよ。まあでもサロメの視聴者は別に、あそっからバイオの動画見ようと思わんと思うけど。ディノクライシス女子いますかって。まあ、恐竜女子とかいたらそっから派生しているかもしれんけど。やばいよな。ディノクライシス女子ってさ。新しいゲームかよって感じよ、ほんまに。友達がバイオプレイヤーしてあることは女性でも、まあ、それはいると思うけど、そんなコアなさ、常にこのバイオ配信とか見てますみたいな、そんなおらんやろ、なかなか。ラスアス女子ならいそうって、ラスアスは確かにな、ディノジョとかやばいやろ。サロメビリッジ、それ聞いたよ。あれはなくって、僕もないだもん、だって。昔、アーマードコア女子いました。彼女バイオやってました、よくブチゲーてましたって。いや、そのさ、一回やったことあるとかさ、そういうのはわかんねんけどさ、コアになんかね、動画いっぱい見てますとかさ、そういう人はなかなかおらんのちゃうかなと思って。まあ、レオン好きな不女子とかそういうのはいそうやけど、ヒットマン女子はいますかって。すごいな。別にあの、エージェントに惚れてるわけではないよね、絶対ね、それね。暗殺が好きでたまりません、みたいな。まるまる女子ってつければいいと思ってる文化。これはあれやな、バニキローから言わしたら、もともと、なんかその何々というものがあって、それに対してわざわざ、例えばワンピース男子とかさ、ナルト男子とかつけないのに、わざわざワンピース女子、ナルト女子とかつけるってことは、あの、わざわざアピールしたくて自分が劣ってることの証左やなって言って、女叩きしそう。わかるんよ、なんとなくそれは。やってそうやろ、普通に。いいネタじゃん。ハラミはバイオセブンがバイオデビューだから、E さんに号泣して、もうそらな。言ってそうやろ。これ、結構筋通ってるように聞こえるよね。そうやってフェミを叩くんですよ。デスバネタにできるで、どうぞ。女性を叩きたいと思います。女性の方がホラー耐性が高いから、ホラー女子は多い。よくある、おっさんの趣味プラス女子高生。なんやろな。麻雀とか。麻雀 JK。サウナ JK はいいよね。サウナもおっさんの趣味。もともとは。ゲームやってる女性自体希少。まあ、そうやな。釣りガールな。釣りガールってやっぱビラーマンやろ。あれは釣り AV ガールとも言えるけどな。ビラーマンとディルドールに勝てるやつおらんやろ。明日釣られやっけ。名前もふざけてるからね、完全に。あいつほんまにクソブスやのにさ、加工でほんまに、
美人に仕上がってせっこいわ、ほんま。本体は柴田おじさんの動画なんか上がってるけどさ、そうですね。ああいう女は死ぬほど叩いてもいいと思うよ。ただ、叩くんやけど、ビジネスのやり方としては合ってるなっていう、おっさんつってね。あの、バカなおっさんはさ、インスタに合ってある写真を全部本人やと思い込むからさ、バカやからさ。それで稼げちゃうよ。上にきノープ見たって、ノープって何？数年前はプ女子、プロレス女子が生まれたんだよ。それ選手のことじゃないよね。プロレス好きってことだよね。ガンバヤクは女性専用にすると、まあそうですね。ガンバヤクは俺興味ないから。なんせ時間かかるからな、ガンバヤクやろうと思って。ガンプラ界隈にもガンプラ女子が急増してるけど、そう。親はコロナになって自宅謹慎中って、グレゴルーさん。ドンマイです。今やってる映画知らんない。決して親殺してしまえばもう元を絶つわけやから、家、外出れるよねとか、そんなことは僕思ってないからね。そんなことは1ミリも思ってませんから。明日つらら意外といけるんだったから、加工やろ、それ。加工で見てるやろ、それ。あ、それ僕もですって。めんどくさいな、それほんま。まあ僕は多分あれやな、嫁がコロナなって僕に移るってなっても、遠慮なくサウナ行こうかな。テロリストです、僕は。I'm a テロリスト。が1、が1、が1。テロだ。バイオやってるからな、僕な。他人がかかろうかしたことやろ、なんか風やろ、な。京都経済機ってなんな、なんか知れてるよ。かかった人はどうやねん。サウナ行ってんのにさ、免疫高めてね、コロナなんかかかるわけないやねんから、そもそも。今年だけで4回ぐらい濃厚接触者、だる。回れ回れメリーゴーラン、もう決して止まらないだよ。